備中高松城の戦いは毛利軍の勝利に終わった。敗れた秀吉はそのまま京へと軍を返す。そのあまりに急な撤退には理由があった。本能寺の変。信長が家臣明智光秀に討たれたのである。真相を知った毛利家には秀吉の追撃を主張する者もいたが、高景がそれを制した。かくて秀吉は仇討ちを果たし、信長の後継者となる。毛利家も秀吉の傘下に入り、その天下統一事業に尽力。秀吉が長宗我部元親の治める四国の制圧に動くと、高景は一軍を率いて馳せ参じた。秀吉は高景の忠心を褒め、討伐軍の軍師の一人とした。もう一人の軍師は黒田官兵衛だった。先人の将、四国征伐。ごめん高影、どうやらさよならを言わなきゃならないみたいなんだ。本能寺の君の判断は正しかった。世は確実に太平に近づいていっている。ま、勝手なセリフだけど、君たちに毛利家、いや天下の行く末託していいかな。高影か、兵には礼を言わねばならぬようだ。毛利が秀吉様に臣従した件ですか。礼には及びません。毛利家のため、世の太平のためです。そもそも本能寺の変を大返しの折、兵に見逃してもらえねば我らはここに立っておらぬ。それも礼には及びません。すべて毛利家のため、世の太平のためなんですから。父ならもっと良い方策を編み出せたでしょう。これで毛利家には賢人がいなくなりました。いや、いるではないか。慶が、小早川、高景、私など綺麗事ばかりの偽善者に過ぎません。全ては父がいてくれたから。父が非常をやってくれる。だから私は優しくいられた。父が手を黒く汚して寂しそうに笑うのが悲しくて、手を汚さずに済む策を必死で考えやってきただけ。故にこそ慶は真の賢者たりえるのだろう。慶の非常の部分は私が受け持とう。呉服には到底及ばぬかもしれぬがな。いらっしゃいませ。毎度あり、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 毎度ありがとうございます。
なくあたし頑張っちゃうよ。我らの先遣隊が中央砦に固執している。まずは彼らとの連携回復を第一とする。では北砦と北東砦を落としましょう。進軍路を確保し先遣隊との連絡路も見つけます。貴族の魂足場に刻みつけろ。暗骨の白髪最初に奏でるのはお前だ。私もうやればいいんでしょ。やるわよ。敵さん黙らせてきましたよ。頑張るよ。上等。お前の反骨魂の輝き、皆光れ、発奮している。うわぁ！僕には女神がいるんだ。誰が相手でも負ける気がしねえ。悪いからね。ちょっと嬉しいな。ありがとう。一つでも失えば退路を断たれる。当然敵も狙ってくるゆえ注意せねばな。美女ちゃんには一般の恩があるしね。足場の船もらうよ。
爆破する気でしょうか。トリフ、止めねばなりません。これで北西方面の男どもは混乱するはずだ。行くよ。奇襲するなら今です。叫びよ天下人の戦見せつけちゃるわ。密漁で押し一気に蹴りをつけるんじゃ。開門。バチスカの船の進路上に敵がいる。宝庫の憂いは排除せねばな。
特別だ。でも、みんな頑張ってるの。来るとはな。秀吉様は何としても守り通せ。元近師匠、マネ、ナノシャ解剖。ウワナヨシナリ、俺にあり。我が忠義、我が武勇、僕と味わえ。敵本陣を撹乱したいんじゃ。本陣の崖にいる久武を速攻で倒してくれんか。任せといてお前様、そんなのネネ忍法でちょちょいのちょいだよ。うまくいったよお前様。こっから本陣奇襲しちゃうね。くそ、奇襲か。慌てるな、慌てるでない。敵の忍びにしてやられた。上等。戦場に散った魂、俺に戦えと叫んでいる。行こう、魂の叫びに応えるために。開門。この戦、ただ勝つだけでは不十分じゃ。天下にわしの力を見せつける必要がある。行くよ。完璧な魂というのは見せつけたわよ。次はあなたの死なない程度頑張って。試してやろう、貴様の維持する力を。悪いからね。俺は軍略も腕っぷしも立つ男だ。手合わせ願おうか。四国は下した。天下統一にまた一歩近づいた。毛利としても役目を果たせてよかった。いやー、ご苦労じゃった、高影。さすがじゃ。官兵衛ともども胸のすくような大活躍じゃったな。ところで恩賞やらんといかんのじゃが。官兵衛の功、お前さんの見るところどのくらいじゃ。こたびの四国の戦、官兵衛殿の功を大きく、一国の大名にお取り立て遊ばされるのが相当かと。ああ、やっぱそうか。
の高影、ここで出し渋ったら世間からケチと言われるかの。ええ、恐れながらわしも天下人じゃ。ケチ呼ばわりはされとうないの。天下人がケチでは天下もしみったれてまうわ。ところで高影、お前さんの功も官兵衛に劣らぬと世間ではもっぱらの取り沙汰じゃ。ちゅうことはお前さんも一国の大名に取り立てんとわしがケチじゃと言われてまうわ。小早川高影、お前を伊予一国の国主に任じる。よいな。恐れながら私は毛利家の臣下でございます。秀吉様から直接恩賞をいただくわけには参りません。じゃがこれくらいせんとわしがケチと言われるわ。そういうたんはお前さんじゃで。あ、それとも高影、わしがケチ扱いされてもええんか。天下人の顔に泥を塗るんか。恐れながらその恩賞を毛利家にいただければと。さすれば我が主輝元により秀吉様のご意向通り私に領地が下されましょう。我ら毛利は秀吉様の沙汰に一層の恩義を感じ、世間も秀吉様の懐の深さに感心いたすでしょう。官兵衛の言うとった通りの賢人じゃのう。わしの考えなぞお見通しじゃったか。